旅です。今回は JR 宝塚線伊丹駅です。伊丹駅、酒蔵の町、飛行場にほど近い。ごちそうをいただこう。それではスタート。伊丹駅は兵庫県伊丹市に位置します。平日の朝、今日も一日が始まります。2番線には東西線経由、普通長尾行きがやってきました。1番線にも列車がやってきました。伊丹駅は稲寺駅と北伊丹駅の間にある駅で、駅ナンバーは JR G52、7両編成の321系電車です。伊丹駅には普通のほか、快速、区間快速、丹波寺快速が停車し、特急は通過します。1日平均乗車数は22,000人。宝塚線では2番目の多さです。快速がやってきました。きれいに列を作り、到着を待ちます。リュックは前持ちが基本のようです。降りる方より乗る方の方が多いですね。伊丹を出ると尼崎、その先は東西線へと進んでいきます。この方は次の普通を待つのかな。ホームの天井には見慣れぬ装置が設置してあります。何か表示するものと思われます。ホームは相対式2面2線、駅舎は橋上にあります。エスカレーターとエレベーターが設置され、バリアフリー化されています。ホームの椅子は転落防止のため、ホームと反対側を向いています。次の電車は5分もしないうちにやってきます。そのため常に音楽が鳴っているように感じます。乗り越し精算機は2台、行き先はいろいろ。改札は1か所で7レーン。波に飲まれてみよう。北側は歩道でよく見えない。改札横にはセブンイレブンのキオスク、さらに伊丹市の観光物産ギャラリーがある。オープンは9時なので帰りに寄りたいと思います。自動券売機は4台、いろんな種類があります。もちろん
定期券も買えるのですが、混み合いそうですね。出口は2箇所。東口を抜けるとペデストリアンデッキでイオンモール伊丹とつながっています。でかいです。西口は散髪屋さんがあって、その先こちらもデッキで緑の公園につながっています。駅舎は鉄筋コンクリート製のようですが、白壁と淡路瓦のようにも見えます。ロータリーはなく、道路沿いにバス停が続いています。レンタサイクルもあります。カーシェアもあるんですね。実はここ戦国時代に有岡城があったところで、まさに中核的な建物があったところです。武将荒木村重から伊丹市のキャラクターは村重民丸、なんとも可愛くなったもんです。タクシー乗り場も有岡城跡の一部。石垣が残っていますね。こちらは官兵衛ゆかりの藤。村重を説得するため有岡城に赴いた官兵衛が村重に幽閉された時の逸話に出てくるものです。確か御着駅の時に小学生ボランティアの皆さんに教えてもらった話ですね。そしてどんどん駅に吸い込まれていきます。それでは出発するとしよう。朝から並んでいるのは、はあ、免許更新センター。阪神地区のセンターですね。次は東洋タイヤの本社。日本では5番目のシェアを持っています。さて今からは大阪国際空港を見に行こうと思います。稲川を渡っていきましょう。北の源流は稲川町にあります。南は神崎川と合流し大阪湾へと流れます。回転するアンテナ見ると空港に来たなって感じがするね。おー飛んでる。伊丹スカイパークは空港見学のエリアです。駐車場もあっていい感じ。遠くには大阪国際空港の管制塔が見える。スカイパーク駐車場、北、中央、南とあって合計で何台あるんだろうな。周囲はリサイクル処理する会社が多いように感じます。中央のスカイテラスです。エレベーターに乗ってみよっかな。おお、目の前に空港ですよ。この空港のことを大阪空港とか伊丹空港という呼び方もしますね。それに大阪国際空港は今は国際線ないんですよね。かつての名残ですね。離陸するようです。
滑走路沿いにとても長い公園となっているんです。800メートルぐらいあるかな。お弁当を持ってくるといいかもね。あ、今度は着陸しますよ。この空港には滑走路が2本あります。長さが違っていて、小型機は短い、ここから離れた滑走路を使用します。JAIR のジェット機でも短い方を使用するんだね。売店や自動販売機もあります。売店は土日祝の営業で、今日は平日なのでお休みです。空いてたら冷たいものが選べそうですね。自動販売機にはおむつまで売ってて安心ですね。近くの神社に来ました。八幡神社です。滑走路のすぐ隣にあるので音が溢れてきます。コンクリートを使用した近代的な社です。境内にはわずかながら緑があり、緑地保全地区に指定されています。空港の南側に来ると西の名前が並んだ施設があります。共同処理されているんでしょう。おお、大阪府に入りますよ。それにしても巨大なゴミ処理施設です。さあやってきました、千里川。有名なところですが初めて来ました。川沿いを歩くと何人かいますね。ここは滑走路の端っこ。まあ意外と静かです。着陸直前の飛行機は結構響き渡る。ここが真下になるらしい。さっきから全然動かない。来た。プロペラが回ってるのが来るよ。すっごい迫力だな。落ちてこないか心配だよ。川の反対側に来ました。お、また来たよ。今度はジェット機ですよ。
なんか低くないかな。来たー。じゃー、マジか、怖ー。うわー、風が吹いた。すぐに着陸したよ。今のってこれだよ。スリルを味わいにみんな来るんだろうな。あー、すごかった。好きだね、皆さん。しばらく漕ぐと今度は空港に到着になります。途中公園のようなところもあります。阪神高速の11号線の下を通って行きます。左に曲がると出てきました。見えた、空港です。自転車駐車場がこんなにもあるとは意外。1日100円とは安い。周囲には業務用の車が並ぶ。これは電源車だな。こちらは大阪モノレール。空港の大量輸送は現状モノレールが担っており、 JR 伊丹駅からの構想は停滞しています。もちろんリムジンバスもあります。空港に自転車で昼ご飯食べに来る人は少ないだろう。では南ターミナルを入ろう。南側は ANA の担当、トリトンブルーがいっぱい。飲食エリアは2階です。今日はとんかつの勝倉に行ってみよう。9月4日までの限定メニューがあるので、それにしよう。聖火のごちそう膳だね。まずはごまをすって待ちましょう。ソースは2つの中で基本のとんかつソース。店内では流れ作業でカツが上がっていく。来ました、ヒレカツと串物が2本、そして味噌汁とご飯。ヒレは脂身が少なくて柔らかそう。串カツは牛ヒレと香味野菜が入っています。贅沢だね。串の先には牛ヒレがあり、豚とはまた違う味が楽しめます。和紅茶のアイスで締めて、ごちそうさまでした。なんかいっぱい、今日も順調に出発している。また着陸もしているようです。ちょっと展望デッキで見ていこうかな。4階です。綿雲が舞ういい天気です。北側は JAL、 そして南側は
ANA の駐機場になります。ボーイング787-8かな。こちらもボーイング787-8ですね。空港で食べるとんかつはうまかったな。精算したら無料だったよ。ありがたいね。バイバイ空港。帰りは滑走路の真下をくぐる道路を通っていこう。空港地下道か。この道歩道が細くって走りにくいんだよ。それに車の音が響いて暗くってどこかのアトラクションみたいだな。また一周戻ってきました。駅の西側に行くには登らなくちゃ。これもまたいい運動です。さて JR 伊丹駅と阪急伊丹駅の間にも魅力的なところがありそうですね。もうちょっと行ってみよう。県道13号です。尼崎から北に続いています。中層から高層の建築物が多いですね。かつては酒蔵の町として栄え、江戸へと清酒が運ばれていたそうです。伊丹ミュージアムは芸術、文化、歴史の総合的な発信拠点として令和4年度に開館しました。伊丹アイフォニックホールは円形の音楽ホール。北には宮の前通りが続き、稲野神社に向かいます。酒まんじゅうか、いいなあ。帰りに寄ろ。立派な神社だね。伊丹郷長の氏神で明治になって今の呼び方になりました。長寿屋には酒樽から流れてくる。境内は広くてピリッとした空気に包まれる。そして有岡城の一部に含まれるそうです。主祭神は稲野に増す狼。本殿は橋でつながっています。境内に灯籠が数多くあり、中でもこれがでかい。きっと江戸時代の酒造りに関わる人が寄進したんだろう。神馬がいて絵馬がある。独特な作風です。読めないけど秋のことを読んでいるのでしょう。さて酒まんじゅうを売っている中満に来ました。店内にはまんじゅうや団子など和菓子が並びます。どら焼きと酒まんじゅうの酒のつゆと鮎を買いました。よーし、
駅前は子どもの広場になっていました。元気だ。駅の観光物産ギャラリーに行こう。涼しくて助かる。店内は伊丹のお土産が並んでます。酒にしよう。銘柄が6種類あって飲み比べもできます。それではお土産を見ていこう。どら焼きは中満で焼いており、焦げ色が美しい。中は粒あん。たい焼きみたいな鮎やな。かわいい。酒のつゆは酒どころならではの饅頭です。いただきます。冷えていますが、酒の味がほのかにして、皮とこしあんの柔らかさがたまりません。酒のあてにもなるんじゃないかな。それと追松の痛み号、今日は常温で行ってみよう。度数の高い濃い感じのする酒です。鼻から抜ける感じが熱くて色のついた息が出てきそうです。辛くなくすっきりした飲み口でいけるね。さて改札を入ろう。天井には鳥よけのネット。酒の看板があったよ。宝塚行きの普通です。伊丹は空港があり酒蔵のある町です。歴史を大切にしながらも都市部へのベッドダウンの色合いが濃ゆい。楽しく飲めることは幸せだ。それでは今回はここまで。また次の駅でお会いしましょう。伊丹駅からお届けしました。チャンネル登録よろしくね。